子供の声だ。急ぐぞ。もらっとこ。ここってまさか闘技場？なんだろう。いい感じだ。ゴブリンどもがうじゃうじゃと。だが襲ってくる気はねえみてえだな。いかん。君たち早く逃げなさい。何か来ます。こいつにとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。何か利用できねえか。みんなうまくいったな。そうですね。沖縄の状況はゴブリン激奴に旅をしてるぜ。急いで向かってます。なんとか持ちこたえてください。負けられない。このまま行こう。みんなついてきて。これでどうだ。さすがね。それ強い。強いだけじゃないわよ。いい調子。このまま行こう。これでもっと頑張れる。来るわね。せや。集中しましょう。気をつけろ。今すぐ距離を取るんだ。危ない。かける。なんで。甘い。受け止めろ。これはどう。回復する。相手してやるぜ。気がついた。この調子で行こう。了解だ。行くぞ。なっ攻撃の手に振るんだ。今がチャンスね。この一撃で手がついてるんだ。どこに行くんだ。小さい奴らも乱入してきやがった。よし行こう。めちゃくちゃのバラたくさんの奴たちは。これで決める。絶対に負けない。たーっテンペストブレード。おうよ。とっておきを食らえ。当たるな。わかっているさ。愛しくらないで。このままやろう。ロゼッタ任せてちょうだい。みんな続けて。これは決める。バーストゲール。完璧な連携だった。ありがとう。どんなもんよ。なんで危ない。どこに出るの。集中しましょう。了解だ。あの気迫。気をつけろ。今すぐ距離を取るんだ。受け止めろ。なんで。こんな感じかな。順位ってな。よくそれ。いい調子。ありがとうございます。このまま行こう。真剣のバラに流れる。やるぞ。効かないよ。抜けないよ。そんなことない。いいじゃねえか。レギンレベル。殺すなよ。いい調子。俺たちなら勝てる。よし。そう、確かにな。やつは暗いな。
ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして？はい、間違いありません。テンペールにいる星晶獣の力だと思います。ビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。皆さん無事ですか？囚われていた方々は？こちらは問題ない。囚われていたみんなも無事だ。じっとして。はあ、助かった、はあ、よかった。皆さん本当にありがとうございます。さてと、じゃこの嵐を起こした張本人に会いに行くとするか。ラカム君、何を言い出すんです？フォルカを離れる前に言ったはずだぜ。星晶獣の問題は俺らも無関係じゃねえのさ。しかしこの状況で残るなんて正気ですか？でも私たちがここで星晶獣を沈めないと、この島はもっと大変なことになってしまうと思うんです。しかしですね、島の人たちのことはお願いします。団長の言う通りだ。この風じゃここら一帯の空もそろそろ危ねえ。ローランは先に島の奴らをフォルカまで送り届けてやってくれ。それもそうですね。気空師としての君たちの力を信じましょう。島の方々を先に避難させてきます。ですがもし危険を感じたら迷わず撤退してくださいね。まだ謝礼もお渡しできてませんので。分かってるってば。心配してくれてありがとう。ではしばしお待ちを。せめて近くまで送らせてください。この荒れ具合、ティアマトを思い出すぜ。そうだな。皆さん、どうかお気をつけて。助けたみんなにすげえ感謝されちまったぜ。島の皆さん、回復薬を補充しておきますね。今日は珍しいアイテムを入荷してます。はい、どうぞ。武器を鍛えますか？
ためにも頑張らないとですね。だな。行動か。よし、行こうぜ。少女の気配が強くなってます。慎重に進みましょう。少女の気配が強くなってます。慎重に進みましょう。風が強くなってきたのか。嫌な予感がするわ。急ぎましょう。これはなかなか。広場が見えてきたぜ。みんな見てください。あれは祭壇。戦勝銃です。地形が変わっちまったぞ。巻き込まれたら無事じゃ済まねえな。ブラカン、え、あの子の名前です。さっきかすかに声が聞こえました。とても悲しそうで、助けを求めてるみたいでした。一体どういうことかしら。とにかく近づいてみましょう。ルリアちゃん、いざという時はお願いね。はい、わかりました。足場が不安定になっているわ。向こうに渡れそうな道を探す。ねえな、こいつで進めるんじゃねえか。早く行こうぜ。聖少女から逃げてきたのでは。おそらくそうだろう。ああ、それで村を襲われたんじゃ道民もたまったもんじゃねえ。今ので最後みてえだな。これで邪魔者はいなくなったな。祭壇に向かおうぜ。お、さっきの仕掛けと似たようなやつを見つけたぜ。この道を進めば祭壇だ。急ぐぞ。ようやくゴールってわけね。なんだ、いい感じだ。ん、またお前かよ。やった、よされ咲かせるわ。ちょっ、あっ、くらいな。こいつをくらいな。頭上へ注意ってな。シンクの合わせてくれ。どうかしら。よし、奥へ急ぐぞ。いい調子、これでどうだ。おい、大丈夫か。
嘘だろ。おい崩れるぞ。ちょっとちょっと、なんなのよ。もうジョップに、とにかく走れ。止まるんじゃない。今度は下からかよ。みんなあと少しです。今のはヤバかったぜ。ルリア、大丈夫か。うん、もらったぞ。なんとか。祭壇は上の方か。とりあえず登っていってみようぜ。やったな。お。ついてからというもの、ずいぶんとトラブル続きだな。おい、気苦しらしいつうかなんつうか、まあいつものことじゃねえか。とはいえ落ちるのだけはさすがに勘弁願いたいぜ。これはなかなか。足場がここしかねえから上に向かって逃げるしかねえ。フラカン、暴走する体は制御できないのね。とても辛そうです。このままじゃ危ないです。急ぎましょう。だー、こいつらも取り狙おう。もうモブリたちも錯乱しているのか。仲良く脱出。命だ、そこめ。たく、ひでえ目にあったぜ。なんだか、いい感じだ。できますよ。またどうぞ。と、これはなかなか。すごい風です。いよいよだな。このまま進めば戦いは避けられまい。よし、オイラたちならきっとやれるぜ。手荒にはなっちまうが仕方ね。ああ、なんとか隙を作り出し、ルリアに力を吸収してもらう。ルリアが呼びかけてる間は迎撃するしかなさそうだな。気をつけろよ。いい調子。やっほな。よっちゃー。させはしない。これはどう捕まえてごらんな。このまま行こう。はい。ついてきて。ここだ。もう一丁。風を操る。必ず助けるからね。ツラカン。この一瞬で。見事だ。よっ。見事だ。逆手にも。いや、
なんで？ああ、慎重に行かねえとな。とんでもねえプレッシャーだ。距離を取った方が良さそうだぜ。この荒々しさ、ジヤマトの風とは似ても似つかぬな。癒やしや守護をまとわぬ暴力的な風か。痛恨の思いが伝わってくる。の民の兵器か。でもその兵器は戦いの後空の世界に残され、あるものは土地に根付き、あるものは信仰の対象となり、あるものは人々と生活を共にし文明の発展に寄与した。フラカーンは息吹を司る聖少女です。その力で島の発展を支えてきたようです。そんなこの力をねじ曲げ、大切な島を破壊させようとする者がいる。だが注意しろ、この暴れっぷり一筋縄じゃいきそうにね。お願いします。すごい魔力ね。吹き飛ばされないようにしなきゃ。妙だ、この子の力普通じゃないの。どういうこと？わからないの。でもこの秘密の気配一体。アマーブレイク、いい調子。弾丸が効かないよ。なりそうだな。みんな頑張れ。
調子。私に任せてください。もう大丈夫だから。ありがとう。これで一件落着ね。そうやな、早く戻って便利屋の兄ちゃんにも教えてやろうぜ。おい待て、あの船なんだ。赤い気球艇か、ずいぶんと目立つ塗装だな。少女は吸収されていく。でもこれはルリアちゃんの力とは別に。そんな。ルリア、大丈夫か？あれは、私じゃ、私は何も。救助隊ってわけじゃなさそうだな。奴らもなかなかやるようだな。勘違いなさらぬよう、今日の役目はお出迎えですわ。貴殿らは？お待ちしておりましたわ、旧姓の巫女様。さあ、私たちと共に参りましょう。ルリアに何をする？どういうつもりだ？ほう、ここは俺が。あ？まあ、いいけどよ。90秒で済ませ。なんだあの野郎、なんか変な感じがする。通常注意ってな。キーヒラク、戦術は終了してる。なんで咲かせるわ。まだ潰す。シンクのバラに受け取る。回復する。咲かせる。よっ、終わりだ。あっ、左戦力だ。よっ、おら。進化のバラ捕まえてくれ。時は気をつけて。あと一人。くそー、なんなんだこいつ。むちゃくちゃ強いぞ。こいつを食らえ。最初に戦った方がいいね。ハマーブレイク食らえ。Ah!
ようやく会えました。救世の巫女よ、私たちはあなたを歓迎します。私ですか？ あなたはまるで過去に伝わるスレノディの青い蝶。ああ、同情します。このような仕打ちを受け戸惑っているのですが。お前ら一体何なんだよ。何が目的なんだ。これは失礼。私は名をリリス、星旅の室アビアの王様、理想郷イスタルシアへ至る道を開くため活動しているものです。理想郷、それってオイラたちが目指してる星の島イスタルシアのことかよ。おお、なんと私たちと同じ目的を。それであれば話は早い。この出会い、あなたたちにとっても良好でした。あとは任せていただきましょう。さあ、救世の巫女、これからは私たちと共に星神様のもとを巡礼し、イスタルシアへ至る道を開くのです。待ちやがれ。さっきから何勝手なこと言ってんだ、この野郎。いいぞ。帰りましょう。カタリナ、ルリア、弱ってる場合じゃねえってのに。嫌だよルリア。離してください。嫌です。闇の炎の子、ナージの名は。お前はふさわしくない。
のところに行こうぜ。みんな心配してたからな。止めないでくれ。ルリアを助けなければ。落ち着けってカタリナ。私は誓ったんだ。ルリアに外の世界を、雄大な空の世界を見せると。それがこんなことになって。あ、団長。その様子じゃもう平気そうだな。たく、心配させやがって。団長、すまない。私の力が及ばないばかりに。ルリアを。お待たせしました。皆さんを襲った教団の行き先が分かりました。何？どこだ？あの連中はルリアをどこへさらっていった？おい、姉さん、落ち着けって。オイラたちのために情報を集めてくれてたんだぜ。ああ、すまない。大丈夫ですよ。カタリナ君の気持ちは僕も理解しているつもりです。それに皆さんはテンペールを救ってくれた恩人ですから、今度は僕に力にならせてください。アビア教団の情報を調べるくらいお安い御用ですよ。どうやらこの町の人は星旅の室アビアのことを教団と呼んでるみたいね。と、団長君、体の具合はどうです？もう大丈夫です。よかった。本当に無事で何よりです。で、その教団であらの行き先は？おそらくルリアちゃんはロンターニュ島に連れて行かれようとしています。ロンターニュ？ここからは僕も同行しましょう。案内は任せてください。おいおい、ちょっと待ってくれ。俺たちは気空師だ。一般人の身の保証は。ローランドの。ただものではないだろうと思っていたが、貴殿は一体。って、アビア教団の活動は日ごとに苛烈になってきています。連中がテンペールの地で武力を使い、旅人のルリアちゃんを連れ去るなど、僕としても見過ごすわけにはいかないのです。それに分かってもらえたと思いますが、剣には多少の心得はあります。足手まといにはなりませんよ。この空域じゃクセモンってわけか。ま、追いかける相手が同じってんならお言葉に甘えるとしようや。それで皆さんが乗ってきたという、あの青くて大きな、グランサイファーな。そう、そのグランサイファーの修理ですが、間もなく完了します。もちろん僕もお手伝いしましたよ。ちゃんと最新式の。ん？あと、何でもありません。こっちの話です。あとは団長君に新しい剣と防具を用意させてもらいました。ボロボロで使えなくなってましたからね。すげえな、至れり尽くせりじゃねえか。皆さんがいなければ今頃はこのフォルカもどうなっていたか分かりません。これでもまだ感謝し足りないくらいなんですよ。ありがとな、ベンリアの兄ちゃん。ローランドス、協力に感謝する、ローランドの。よし、早速行こう。わかりました。僕も準備して町の発着場へ向かいます。また後ほど。リリス、僕は必ず。
よし。よし、行こうぜ。カタリナさん、ルリアをさらわれて。ルリアは必ず助けます。無論だ。相手がいかに強大であろうと、私たちは決して諦めはしない。ルリアは君と出会い、大切なことをたくさん学んできた。皆と話したこと、日々感じたこと、そして君と笑ったこと、毎晩とても楽しそうに教えてくれるんだ。それを聞いていると、この旅に出て本当に良かったと思えた。だからこそ、こんな道半ばで私は空の果てを、無限の空を一緒に見ようと、そう、ルリアと約束した。だから、共に行こう、団長。ルリアを必ず救い出す。ルリア。オイゲンさんも辛そうだ。団長、許してくれ。いきなりどうしたんですか？すまねえ。まずは謝らせてくれ。あの赤い船を見たとき、嫌な予感はしてたんだ。長年修羅場をくぐってきた勘ってのが、本能的なヤバさを感じてた。なのに俺は何も。ああ、クソったらが。保護者面しといてこのざまた、世話ねえぜ。ルリアをこのままにはしておけねえ。必ず取り戻してやる。必ずだ。負けたまんまじゃいられねえよな。貴公子の意地ってもんを見せてやら。ルリア、待ってろよ。必ず助け出してやるからな。ロゼッタさん、何か。ねえ、団長さん、どこか具合が悪かったりはしない？少しお腹が空きました。その感じなら大丈夫そうね。とにかく団長さんの体に異変がないか確認しておきたかったの。さあ急ぎましょう。私たちのお姫様を助けに行かないとね。きっと大丈夫。覚悟は決まったみたいだね。団長、ねえ、覚えてる？
ルリアとの約束。今度お化粧のやり方をロゼッタから一緒に教わろうって。ルリア泣いてないかな。きっとすごく不安だよね。絶対に助け出してあげなきゃ。ルリア、すみません、お話聞かせてもらいまして。及ばずながらこのシロちゃんもお力添えを。どうかこちらをお役立てください。鍵が必要みたいだ。ラカムから強い闘志を感じる。ルリアならきっと無事だ。だよな、団長。絶対助ける。おう、一緒に旅してきた大事な仲間だからな。なに、赤い船の行き先はすでに掴んでんだ。グランサイファーならすぐに追いつける。そして追いついたら一泡吹かせてやろうぜ、団長。今に見てろよ。オイラも覚悟を決めたぜ。相棒、やってやろうぜ。準備ができたら発着場に行こうぜ。絶対にルリアを取り戻すんだ。はい、受けたまわります。こちらになります。こちらですね。頑張ってください。それではまた。敵がまだいるみてえだな。気を抜くなよ。いい感じに巻き込めたな。これはどうか構えてごらん。逃がさ、エンチャントランズ。こいつは食らいだ。そんなもんだ。厄介な奴がいるみたいだな。油断すんじゃねえぞ。レギングレイブ。奴がいるみたいだな。
失ったよ。シンクのバラよ。ここで決める。長くつくぜ。助かったよ。一通り片付いたみてえだな。すげえ活躍っぷりだったぜ。僕は負けられない。どれを強化するんだ。目指す背筋の敵だ。任せておけ。秘めた力を解放。禁断の秘技を使う。秘めた力を解放する。武器を鍛えるのか。任せておけ。目指すは最強。また来い。よし。仕事柄、船に関する情報には耳ざとくなっちまう。つっても、あんな大声じゃ聞き耳立てる必要すらねえんだが。そんなの嫌だ！あいつはまだ飛べるはずなんだ！道端で訴える兄ちゃんが、妙に冷めた様子の三人に囲まれていた。聞こえてきた話によると、
ノーチラス号とかいう気空艇の廃棄が決まったことで揉めてるらしい。設計士らしき兄ちゃんが懸命に異を唱えているが、周りの連中からはいい加減に現実を見ろと諭されてやがる。確かに夢ってもんはそんな簡単に捨てられるもんじゃねえさ。だがな、理想を阻む現実の壁は思いのほか高えんだ。ソーダ氏の兄ちゃん、メカニックのジョーちゃん、それから商人らしきおっさんか。設計士の兄ちゃんが一言語りゃ否定の言葉が3倍になって帰ってくるときたもんだ。応援してやりてえが、ちと厳しいだろうな。船ってやつは繊細で当然金もかかる。根性だけじゃ立ち行かないことなんてしょっちゅうだ。せちがれえな。立ち去ろうと厳しを返したその時、俺の耳に設計士の兄ちゃんの絞り出すような声が聞こえた。あ、聞こえちまったんだ。約束したじゃないか。ノーチラス号でいつか夢を叶えようって。おえつ、そして震えた声。悔しさとやるせなさと不甲斐なさの渦中にあって、夢に向かって必死に手を伸ばす、そんな声だ。そういう泥臭い思いを俺はよく知っていた。つまりですね、ノーチラス号は古い方でありながら可能性に満ちているんですよ。現行の輸送艇と比べても3倍の速度で航行可能なんです。フォルカの酒場で設計士の兄ちゃんが管を巻いている。こいつの名はケントというらしい。俺は偶然この兄ちゃんと席を共にしていた。よほど誰かに聞いて欲しかったんだろうな。俺が聞いてもいないことまでいろんな話がわんさと出てくる。なんでもケントは最近ようやく設計士として一人前になったばかりで、フォルカの物流貢献のためにノーチラスという名の船を復活させたいらしい。不足しているパーツだなんだの話も聞けたが、俺が本当に聞き出したいのはそんなことじゃなかった。故郷に貢献したいってのは立派だが、でもよ、それだけが理由じゃねえだろう。昔友達と約束したんです。早くてかっこいいノーチラスで空を飛ぶ、僕らの夢を絶対に叶えよう。かつて活躍していたノーチラス号は経年劣化の末に放置され、修理不可能な状態にあるそうだ。年月ってのは時に残酷なもんだ。10年という月日はノーチラスを取り巻く環境だけでなく、ケントと約束した
友人の考えも変えちまった。俺らの間の沈黙を破ったのは酒場に駆け込んできた何者かの声だった。そいつの姿には見覚えがあった。ケントを非難していた奴らの一人、確か卸売をやっているおっさんだったか。誰か助けてくれないか。魔物に襲われて大切な積み荷が。俺は少し考え、ケントに尋ねる。偶然にも俺は気空師なんだが、あいつを助けるべきかと。お願いします。助けてやってください。ケントの返事に迷いはなかった。本来人ってもんは否定してきた奴には反発したくなるもんだ。だというのに、ノーチラスの復活を否定してた奴を前に清々しいくらいの即答ときたもんだ。気に入った。ここは俺がおせっかいを焼いてやるとするか。ったく、お前ら無茶すんなよ。卸売りのおっさんが行ってた場所はこの辺だな。積み荷は心配だ。急ごうぜ。奥の方にいるのはゴブリンか？どこ見てやがって。バラされちゃかなわねえ。お引き取り願おうか。これはどうだ。癒しの香り。この弾丸にかける。シンクの万能を見せるね。どうだ。僕から狙われてるぞ。大胆に行きましょう。ケシラそらふんけっやりゃ一丁上がりってな。さて奥に急ぐぞ。見つけた。おっさんの積み荷ってのはあれだな。積み荷自体は無事だが、妙だな。少し物色されたような痕跡がある。ラカム、後ろだ。ワイバーンとゴブリンが来やがった。上等だ。返り討ちにしてやるぜ。ほらほら、受けてるよ。まだまだいけるぜ。こっちを狙ってる敵がいるぜ。そさくさに紛れて積み荷を狙ってきやがる。近づかれる前に倒さねえ。冷静に行く。これはどうだ。みんな、なんとか耐えてくれ。なんてしまった。チンクのバラ、かわいかったね。そこだ。どうだ。咲かせるわ。ここだ。スクワー。エンチャンバラ。なんてしまった。この程度。ここだ。チンクのバラ。ハマーブレイク。こいつは暗いな。これはどう。やろう。問題ないぜ。捕まえてもらうな。さらシンクのバラ。おらおら、頭上注意ってな。これはどう。どうだ。そらそら。どうだ。ついに大将のお出ましか。悪いがお前の好きにはさせねえよ。どうして見てるの。リンク、隙だらけだ。どうだ。しまっち。そこだ。捕まえてごらんなさい。どうだ。あんたれ。おら。ロケ食べろ。おらおら。切るもんか。この弾丸にかける。これはどう。
さあこのままじゃ危ねえぞ。合わせてくれ。どうかしら。あれでも優しくしたつもり。感謝する。それは俺らがベテランの気空師だったってことだ。残念だったな。うん、終わった終わった。ああ、ありがとうございます。なんとお礼を申し上げればよいのやら。礼ならそいつにいな。俺はケントに視線を向ける。すると卸売のおっさんは罰が悪そうに頭を下げる。君が頼んでくれたのか。ありがとう。それにこの前はすまん、言い過ぎたよ。おっさんが立ち去った後、俺は次にやることを考えていた。さて、ノーチラスを空に返してやんねえとな。俺のつぶやきがかすかに聞こえたのか、ケントは何か言ったのかと尋ねてきた。そんな時はこう答えるのが男の美学ってもんだろう。なんでもねえよってな。気空団の皆さん、助けてくれ。ゴブリンだ、ゴブリンの群れが。フォルカの発着場に男の人が慌てて駆け込んできた。聞けばテンペールに救援物資を届けに向かったところ、ゴブリンたちに襲われてしまったらしい。テンペールといえば教団の剣士イドと戦った場所だ。一瞬の油断をつかれたとはいえ、彼の圧倒的な強さに僕は膝をつくしかなかった。テンペールか、チキショウ、オイラにも力があれば。幼馴染のビートはザンクティンゼルにいた頃からの付き合いだ。誰よりも仲良しだし、ずっと一緒だった。だからなんとなくわかる。テンペールという場所にはきっと B も同じように負い目を感じてたんだ。こうしている間にもゴブリンたちはきっと準備を整える余裕なんてなかった。そんな中、 B は心なしか元気がなさそうで。ゴブリンが相手ならお前がいりゃ楽勝だな。明るく振る舞っているようには見えたけど、それでもB の表情に落ちたままの影が
僕はずっと気になっていた。出発の時間になっても B は来なかった。早く急いでくれ。物資を奪われればその分テンペールの復興が遅れてしまう。一刻も早く向かわなきゃ。B、心配だけど今は仕方ない。僕は商人のおじさんに伝言を頼んでテンペールへ向かうことにした。ゴブリン相手じゃオイラにできることなんてねえし、黙って逃げてきちまったけどみんなに心配かけちまったよな。はあ、あいつみたいには無理でもオイラも剣とか魔法が使えりゃな。今までの旅で自分の無力さを痛感することなんて一回や二回じゃ済まなかった。そりゃオイラだって戦えてみんなの役に立ちて、でも剣もまともに握れなきゃ魔法だってうまく使えねえ。かっこいいドラゴンだなんて言っても結局オイラには何もできることがねえんだ。お前はふさわしくない。井戸の野郎の言葉が耳から離れねえ。オイラもあいつの相棒として失格なんじゃ。こんなところにいたのか。まったく探したぞ。なんだ、さっきの商人のおっちゃんか。団長さんからの伝言だ。先に行って待ってるってよ。オイラを待ってる？いや、そういや、そうだった。あいつはそういうやつだったよな。いつも仲間を信頼しててバカがつくほどのお人よしでよ。そんでもってオイラの最高の親友なんだ。あいつは井戸の野郎にひでえ目に遭わされても諦めなかった。そうやっていつも前へ前へと進んでいくんだ。剣とか魔法とかそういうことじゃねえ。立ち向かっていく諦めない心、それがあいつの一番の武器だったじゃねえか。最初から悩む必要なんかなかったんだ。あいつが待ってるならオイラがやることは一つしかねえ。どうする？船なら準備できてるが。おっちゃんの言葉で目の前に道が開けた気がした。あいつが待ってんだ。ここ
で行かなきゃドラゴンが廃るってもんよ。すまねえな、待っててくれよ相棒。よっ、だ、準備完了。救援物資はこの先だな、急ごうか。回復薬を補充する前に来ちまったが、ま、ゴブリン相手なら大丈夫だろう。うん、でも慎重に行こう。今のはうまくいったわね。ああ、このまま攻める。大丈夫か。随分と落ち込んだ様子だったな。リク、心配だ。どいてもらうわよ。私たち急いでるんだから。守れならば任せる。どこに行けるの？はあ。それ。見事だ。覚悟しろ。クソ、また襲ってきやがった。向こう岸に救援物資は見えてんだから。物資のそばに誰かいるみたい。急いで助けに行かなきゃ。そこだ、これはどう。無事か？キクージの方々か。助かった。この武器はフォンテールの復興に必要なんだ。頼む、守ってくれないか。わかりました、ここは僕たちが引き受けます。うまくいったな。そうですね。いや、あげてくれ。楽しいな。今ので最後みたいね。ありがとう、本当に本当に助かった。おい見ろ、ゴブリンの増援だ。まだ嫌がったのか。ほら、待たせちまってすまねえ。やっと追いついたぜ。ビー、火薬だろう使ったのか。すごいじゃないかビー君。またゴブリンが来るぞ。みんな行けるか。うん、もらった。どこ見てやる。捕まえてごらんな。ちょりゃシンクのバラよ。これはどう？私を守ってくれ。上からワイバーンが襲ってきやがった。気をつけてくれ。まずいな、これ以上ゴブリンどもに物資を取られたらおしまいだ。すでに大量の穀物が高台まで運ばれちまってるし。そういうことならオイラが取ってきてやろうか。なるほど、ビー君なら飛んでいけるか。おお、それはありがたい。お願いしてもいいだろうか。お安い御用だぜ、オイラに任せてくれ。エンチャンさん、食べるわ。お手を気をくれてやる。奪われた物資を見つけたぞ。無事に確保できたぜ。バランスさせはしない。
敵が撤退を始めた。どうやら戦意を喪失したようだな。おかげでテンペールの復興が再開できます。皆さんには頭が上がりません。 B、 お手柄だね。やいせやい、照れるじゃねえか。さあ町へ帰ろうぜ。なんとかやれたかな。B が悩んでいたことを打ち明けてくれた。だから僕はいつも思っていることをちゃんと伝えたんだ。B の支援や助言をありがたいと思っていること、隣にいてくれるから安心して戦えること、そしてこれからも相棒としてそばで支えてほしいこと。言葉にしなくても大丈夫だなんて僕も油断してたと思う。今回は B が来てくれて本当に助かった。まあ来てくれるって信じてたから不安はなかったけどね。ヒヒ、オイラに任せとけって。 B は団員のみんなに褒められてちょっと得意げだった。よかった、いつもの調子に戻ってくれて。これからもよろしく、B。ご無事で。捕まえてごらんな。
準備ができたら発着場に行こうぜ。絶対にルリ。はい、受けたまわります。こちらになります。はい、頑張ってください。手を取り戻すんだ。ただいまランチタイム、お得ですよ。うちでいかがでしょう。依頼をご覧になりますか。いかがでしょう。良い一日を。これは絶対の私の。
耐えてやがった。いけるか。そら、どこ見てやがる。こんなもんじゃないぞ。一通り片付いたみてえだな。すげえ活躍っぷりだったぜ。空の彼方、約束の地へ。君しか武器を鍛えるのか。どれ見せてみろ。どれを強化するんだ。任せておけ。こんなところか。禁断の秘技を使う。最強姫と力を解放する。手入れを怠るなよ。だいぶ手に馴染んできた。いけそうだ。試してみるか。これなら新しい力をお見せしよう。へへ、なるほどな。使ってみるか。ああしてこうすりゃ。いいわね。やったわ。だら。うん。お披露目しちゃおうかしら。よし、早速実戦訓練だ。いけるぜ。よっしゃ。まだまだ若いもんには負けねえよ。
今お願いします。
僕は負けられない。はい、お願いします。よし、頑張るぞ。敵は向かってきてるみたいだ。何としてもユネリバを守り抜いてくれ。チョンビン、援護するわ。気を抜くなよ。あとは任せてもらうわ。あとは任せてもらおう。みんな、まだだ。ついてきて。よっしゃ、どんなもんだ。早速お出ましだな。近寄られねえように迎え撃て。次も合わせてみせよう。どこに好機を逃すか。僕が行きます。突破する。やるじゃないか、ラカム。姉さんもな。素晴らしい。よっしゃ、どんなもんだ。敵がまだいるみてえだな。気を抜くなよ。やれます。これはどう。いい調子。このまま行こう。
そらそら。よっ。しょ、えい。シンクのバラよ。はっ、ちゅ、エンチャントランク。はい。ちょりゃ。逃がさず。よっ。かわいい。みんな、どりゃ。これはどう。た、しまった。終わりだ。頭上注意ってな。よっ。続いてくれ。これでどうせ。いい調子。怒らせると怖いね。あら、あれでも優しくしたつもりの。このまま行った。手足、みんなついてきて。さすがこれはどう。よっ。よし、一旦収まったな。すぐに次が来るぞ。敵はまだまだ残ってるぜ。気合い入れてけ。強そうなやつが来るぞ。気をつけろ。任せるわ。守りきれたな。よし、うまくいった。武器を鍛えるのか。禁断の秘技を使う。目指すは最高。任せておけ。禁断の秘技を使う。手入れを怠るなよ。